ブラックホールは宇宙で最も謎めいた不吉な現象の一つといえます。それは星や惑星を丸ごと飲み込み、空間と時間の構造そのものを曲げてしまいます。しかし、もし私たちの住む地球がブラックホールの実証の地平線に巻き込まれたらどうでしょう。避けられない終焉の前に私たちは何を見るのでしょうか。シミュレーションしてみましょう。ブラックホールは重力が非常に強く、光さえも逃れることができない空間の領域ですから、遊び場のいじめっ子といっても過言ではありません。マジシャンにだって逃げられません。雪の結晶と同じように、ブラックホールも一つ一つがユニークで、質量もスピンも電荷もそれぞれ違うのです。そしてジーンズのようにサイズも様々です。プチ、スリム、レギュラー、ハスキーなどなど、ブラックホールには4つのサイズがあります。一番小さいブラックホールは恒星質量型のもので、大質量の星がエネルギーを使い果たし、自分自身に折り重なることで生まれます。ブラックホール界のチワワのようなもので、小さいけれども気が強いんです。そして最も小さいものでも太陽の3倍の質量がありますよ。次に紹介するのはこの宇宙の家族の真ん中の子供たち、中質量ブラックホールです。中質量ブラックホールは崩壊した恒星から生まれるには大きすぎる大きさです。科学者たちはいくつかのブラックホールが合体して一つになることで生まれるのではないかと考えています。そして銀河を支配することはできなくても、少なくとも近くの星を飲み込むことはできるんですよ。でも銀河系を支配できるのは誰だか知っていますか？宇宙の巨大な怪物、超大質量ブラックホールなんです。これは質量が太陽の数百万倍から数十億倍もある巨大なブラックホールで、銀河の成長と形成に重要な役割を担っているのです。最後に超大質量ブラックホールをご紹介。その大きさと質量は想像を絶するものです。ここまで巨大なブラックホールは大変稀ですが、確認されているものはパックマンのように銀河全体を食い尽くすことができます。ではブラックホールに近づきすぎるとどうなるのでしょうか。というより、最後の瞬間に何を見るかを解明していきましょう。まず事象の地平線に到達します。ブラックホールの縁を示す帰らざる地点のようなもので、見えない境界線です。そしてここからが本当に奇妙なことになるんです。例えば時間の流れが遅くなります。自分自身ではなく、安全な距離から見ている外部の人がです。自分がブラックホールに落ちていくのであれば何も感じないでしょうが、他の人がブラックホールに落ちていくのを見ていると、その人のスピードが落ち、やがて一時停止した動画のように時間が止まっていくように見えます。さらに近づくと信じられないようなものが見えてきます。重力によって周囲の光が曲がり、歪み、まるで鏡のような効果が現れるのです。ブラックホールの周りにフォトンリングと呼ばれる光の輪ができたり、ブラックホールの極から高エネルギー粒子が噴出する様子も見られるかもしれません。実際には大きな影響を感じることなく、ブラックホールにかなり近づくことができます。しかし事象の地平線を越えてしまうと、もう後戻りはできません。この境界を越えると何も見えなくなります。外から見ている人は自分が突然いなくなったような感覚になるでしょう。一方、あなたはスパゲッティのように少し引き伸ばされたような感覚を覚えるかもしれません。これは重力があまりにも激しく、一度に様々な方向に引っ張られるためです。スパゲッティ化という科学用語もあるくらいです。詳しくは別の動画でお話ししますね。ブラックホールの中にいるあなたは特異点を狙っています。特異点とはブラックホールの中心にある無限の密度を持つ点のことで、全ての物質が一点に押しつぶされる場所です。これはまるで像を小さなマッチ箱に入れようとするようなもので、全てのものが可能な限り小さくなるまで押し込められる、つまりそろそろお別れの時が来たということなのでしょう。なんだか物騒な話になってきましたが、ブラックホールというのは決して珍しいものではありません。実は私たちの天の川銀河も含めて、それぞれの銀河の中心にはブラックホールがあるんです。ということは、私たちもいずれはブラックホールに吸い込まれるのでしょうか。そうだとしたら一体どうすればいいのでしょうか。では太陽系にブラックホールが近づいてきたとします。最初は遠くにある小さな粒にしか見えません。しかしだんだん近づくにつれて、その重力は周囲に大混乱を引き起こし始めます。惑星は軌道を外れ、小惑星は飛ばされ、彗星は粉々に砕かれるのです。しかし
ドイツのレストランでソーセージが出るのを待つように料理はなかなかやってきません。いえいえ冗談です。やがてブラックホールは必然的に地球に到達します。まず地球の大気がブラックホールに引き寄せられ、台風が吹き荒れ、海には大きな波が立ち、水そのものが重力で歪みます。海が引き伸ばされるようなイメージですね。地球の磁場は地球のコアにある溶けた鉄が動くことで発生します。しかしブラックホールの極端な潮汐力によってこの運動が妨げられ、磁場が弱くなったり歪んだりするのです。その結果、地殻とマントルが引き離され、大地震や火山噴火が発生します。インフラやテクノロジーは完全に破壊され、ビルも橋も道路もバラバラになってしまうでしょう。ちょっとここで一旦停止。かなりホラーな内容ですが、心配しないでください。もしそうなっていたら、その影響をもっと昔から感じているはずですので。もし本当に起こると、全てが崩壊する前に磁場が失われてしまうのです。そうなると、天候や気候が悪くなるだけでなく、極端な放射線にさらされることになります。ガンマ線とブラックホールからの熱は地球を劇的に変化させるかもしれません。少なくとも不幸は不幸を呼ぶので、ブラックホールの影響を受けるのは私たちだけではありません。最悪なことにブラックホールが太陽系全体を飲み込むと、あらゆるものが消費されることになり、即効性があるのは小惑星や彗星、その他全ての天体の軌道が乱れることです。惑星は変形し伸び始め、その表面は溶けた金属のように歪み、太陽自体も影響を受け、その表面はパテの塊のように歪むと考えられます。そしてこの全ては想像することさえも怖いですが、今は息を整えてリラックスしてください。こんなことは絶対に起こりませんから。大丈夫です。覚えていますか？宝くじが当たる確率は限りなく低いですが、地球がブラックホールに飲み込まれる確率はもっと低いですから。太陽系に最も近いブラックホールはガイア BH1 と呼ばれています。2022年に科学者によって発見され、地球から約1600光年離れた天の川銀河に存在します。ガイア BH1 は太陽の約10倍の質量があり、恒星質量型ブラックホールとなります。それ自体にはあまり興味はありませんが、この発見によって宇宙の怪物の振る舞いについて貴重な知見を得ることができました。しかし説明したように、最も近いブラックホールでも1000光年以上離れています。ブラックホールの動きは非常にゆっくりで、私たちの星系に近づいて何らかの脅威を与えることはないでしょう。でも天の川銀河の中心にはブラックホールがあるって言ってなかった？それって最終的に銀河系全体を飲み込んでしまうってことじゃないの？と思ったあなた、正解はノーです。銀河系の中心にあるのはいて座衛星と呼ばれるもので、数年前インターネット上で話題になったボケた写真で覚えているかもしれませんね。このブラックホールは確かに非常に質量が大きく、まるで恋する中学2年生のような強い引力がありますが、まだ小さな豆ほどで近くにある物体にしか影響を与えません。銀河系の天体はブラックホールに引っ張られるにはどれも大きすぎるし、動きも速すぎます。それでも研究対象としては魅力的な天体であることに変わりはありません。科学者たちは今もブラックホールの謎を解き明かそうとしています。私たちにとって危険な存在になることはないでしょうが、宇宙の驚異的なパワーを思い知らされる存在であることには変わりありません。さて次はチョコレートの驚くべきパワーに目を向けてみよう。地球が半分に割れたら即座にほとんどの生物が死に絶えるでしょう。映画とは違う終末の世界が始まるのです。大気がダメージを受け、磁場が変わり、地球の風景はすっかり変わってしまいます。地球が一新することになります。不死鳥のような生物が肺から蘇るのです。地球を半分に切るにはとても強力なレーザーが必要とされます。レーザーは太陽から直接エネルギーを受けたものでなければなりません。この武器は地球の上空何千キロの場所にあるロケットで宇宙に放たれます。そしてレーザーが地球に到達すると大きく開き、ソーラーパネルのプレートがそれにさらされるのです。レーザーは太陽光線を吸収し凝縮させます。そして都市サイズの直径を持つ強力なエネルギーの光線が地球の中心に突き刺さることになります。光線が通った海は沸騰し、高温のため蒸発します。水蒸気は空で大きな雷雲となり、強風がこれらの雲を大陸上空へ飛ばします。
そして大雨が降り、都市規模でなく国全体の規模で洪水になるのです。洪水プレートが方向を変え、津波も起こることでしょう。巨大な波が岸に打ち付けられ、地球は2つに割れます。ですがこれはただの始まりにすぎません。割れたそれぞれの地球の構造が変わるのです。大きな地震が世界中で発生し始め、過去最悪の災害が断層線の付近で起こります。何十億トンという地面が打ち砕かれるのです。また巨大な地崩れが都市を丸ごと飲み込みます。何千キロもの大きさの地面の塊が地球から放り出されることでしょう。これらの土地に生息する生き物は全て宇宙空間に飛びます。他の壊れた破片はそれらに最も近い半分に着陸することでしょう。町一つほどの大きさの巨大な岩が空から落ちてくることを想像してください。そういった岩が何百何千とあるのです。割れた切断面から遠くにいた人々は生き残れる可能性があるでしょう。ですが離れた場所であっても地震で家は破壊されることになります。月の割れた破片も落ちてくるようになるでしょう。破片は流星群のように半分に落ちた地球に落ち、巨大爆発を引き起こします。空は灰で覆われ、収まるまで太陽が見えなくなります。割れた2つの部分は両方お互いから離れていきます。赤く燃える地球の中心は2つの真ん中にあります。これが溶けた金属を含む地球の核です。核の半分のそれぞれが星に匹敵するエネルギーを発散させるのです。地球の2つの部分の間には何も生き残れないほどの厚い空間の層が形成されています。そのスペースに入ったものは全て灰となるのです。核の質量は地面の質量よりずっと大きいので引力も強くなります。核は近くに来たもの全てを吸い込みます。地球の一つの欠片からもう一つへ移動することはできません。移動するものは核の引力に吸い込まれるからです。そして半分の地球それぞれが独立して存在するようになります。通常の場合、地球の内側の核は回転し磁場を作り出します。磁場は太陽や宇宙から私たちを保護してくれているのです。保護してくれるものが損傷を受けると、太陽と宇宙の放射能が大気を通るようになります。核は2つに分かれているので地球の磁場が不安定になるのです。両方で停電が始まります。電子レンジ、テレビ、電気ケトル、信号、パソコン、全てが壊れ始めます。パソコンやスマホの画面はついたり消えたりを繰り返します。動画はフリーズするかもしれません。電池の充電は切れ、また一瞬で充電されます。サテライトが機能しなくなるため GPS は使えなくなります。コミュニケーションを可能にする高周波電波が止まり、電話やメッセージができなくなります。実際全ての発電所は地震のせいで地下に沈むか洪水に襲われて電気が全くない状態になるかもしれません。太陽風に敏感な人はひどい頭痛に悩まされることもあります。磁場が損傷を受けると、生き残った人々や動物はひどい偏頭痛に苦しむことになるでしょう。太陽から頭を保護するための特別なヘルメットの開発が急がれることになります。完全に守られるためには地下都市に住まねばなりません。コンパスの針は北を指さなくなります。いろんな方向へ回るだけとなるでしょう。鳥は大騒ぎし始めます。南が存在しなくなり、冬を乗り切るためにどこへ行けばいいかわからないからです。全ての動物は移動をやめます。空を飛ぶ飛行機は操縦不能になります。植物や花は太陽からの放射能が増えたせいで自然に育たなくなります。また家畜の餌が足りなくなるのです。製品の生産は低下し、飢餓が訪れます。それぞれの地球に住む人々は日々生き残ることが主な目標となるでしょう。断層に近い場所では大気が完全に破壊される場所が出てきます。その場所の環境は宇宙のようになると言ってよいでしょう。空気や熱がなく、宇宙服を着ないとそこにはいられません。残念ながらジャンプをしたり飛んだりはできませんよ。宇宙みたいであっても引力はあるからです。この引力は地球を救ってくれるものとなります。半分になった地球の両方は引力のせいでお互い離れることがありません。その代わり回転してお互いを引きつけ合います。10万年後、地球の2つの部分は再びくっつき、地球は全く新しいものとなります。核は溶けた金属ですので一つにくっつくのです。ですが2つの部分の岩がくっつくのにはもっと時間がかかります。断層全体に傷ができるからです。傷の部分は森が生い茂ったり洪水の海になったりし、この傷の近くで大きな地震が発生します。
この頃までに生き物は全て消えているでしょう。地球の環境は45億年前と似た状態になります。海は沸騰し、あちこちに雷が落ちます。高層プレートが形を変え、溶岩が火山から急流のように流れます。地球は大きな鍋のようなものになり、中では生命が次々と生まれていきます。地球は小さくなり、核にはあまり変化がないので引力が変化することになります。普通の人は陸を歩くのが難しくなるでしょう。このような環境下では以前存在しなかった新しい生物が現れるようになります。現在世界の大気と海は汚染され、人口が増加し氷河が溶け出しています。将来状況はもっと悪化するかもしれません。1000年後、人類が宇宙旅行に成功しているなら、新しい星に住むことも夢ではないかもしれません。人類は地球に似た他の惑星を探し始めます。そして新たな地で何かを発見することになるかもしれません。ですが、ふるさとである地球とは比べ物にならず、地球を治療しようとするのではないでしょうか。地球を2つに分け、そのうちの片方に住むことを思いつくかもしれません。そして10万年後、新しく健康になったふるさとに帰るのです。他の惑星が割れたらどうなるでしょう。磁場がないので影響が出ることはないでしょう。例えば金星と火星には海や湖がありません。それらの星からは磁場が消えたため、完全に乾燥していると考える科学者もいます。それは、これらの惑星の大気を完全に破壊することにつながったのです。強力な太陽風が星の表面に吹き、水分を乾燥させました。地球の大気は太陽風を反射するため、私たちは安全なんです。他の惑星には地震以外大きな変化は起きません。地球のように割れた2つの部分のそれぞれは再びくっつくまで回転し続けるだけです。皆さん、世界中の雲を集めて体重を合計すると約2億5000トンになります。ああ、待って、逃げる前に比較してみましょう。タイタニック号は5万2000トンで、ギザの大ピラミッドは650万トンあります。あれ、逆に気持ち悪くなってきましたか？まあ、そう言わずに聞いてください。世界最大の雲として知られているのはルブロン大土雲です。この茶色くてふわふわの子犬サイズの雲は、足の長さが約30センチあり、体の大きさは握り拳と同じくらい、体重は170グラム以上あります。動くと奇妙で不気味な音を立てます。足の先端が硬く、馬のひづめのように音を立てるんです。馬ほどうるさくないですが、熱帯森林でこの雲を見つけ近づいてみると、後ろ足をお腹にこすりつけていることに気づくでしょう。あー、かわいい！なんて思うかもしれませんが、次の瞬間、痛くて叫ぶことになるでしょう。この雲は、小さな棘が含まれた毛を投げ自分の身を守ります。目や鼻の中に入ったら、さらに痛く痒く感じます。そして数時間から数日間、毛はその場所にとどまります。ゾワッとしますよね。では、そんなルブロン大土雲がジープサイズだったら世界はどうなるのでしょうか。巨大な雲が生息する世界は間違いなく暗くて不気味です。そして何よりも危険。一瞬でも気を抜けません。あなたの敵はすばしっこく空腹で狡猾です。普通サイズの雲は毎年880トンもの虫を食べます。巨大雲はより多くの食べ物を必要とするでしょう。まるで地球を支配するかのように、命あるものをすべて飲み込みます。人々が諦め戦うのをやめてしまった時、一年もせずに地球は生命のない不毛な場所へと変わってしまいます。世界の約 6% の人々は雲恐怖症です。これは雲に対する極度の恐怖。雲がもっと大きかったら、恐怖症の人は間違いなく増えますよね。身長 1.5 メートルで足の長さが 4.2 メートルの生き物を想像してみましょう。まず、雲はゴワゴワの太い毛で覆われているので、見た目が気持ち悪いです。
体は二つに分かれていて、ウエストがとてもスリム。さらに巨大な顎、長くて鋭い恐ろしい爪、そして八つの丸い目があります。目はバスケットボール相当の大きさです。しかし何よりも不気味なのは目のないクモ。洞窟や暗い場所に住んでいます。仮にこのようなクモに鉢合わせた場合、あなたは逃げられないでしょう。目がないクモは視力の代わりに振動を感じ取ります。そして嗅覚が非常に優れているんです。人々はクモを恐れ、どうすれば駆除できるかを常に考え、新しい発明をするでしょう。自分よりも何倍も大きいこの生き物に捕まるのは、誰にとっても悪夢中の悪夢です。何よりも怖いのがクモに捕まった後。クモは獲物を捕まえるとほとんどの場合そのまま食べません。まずは糸で包み込み、クモの消化液を注入します。そうすると獲物は麻痺し、内部が液体化するんです。次に毛で覆われている口とハサミのような顎で食べられるものをすべて胃の中に入れます。つまりクモに捕まったら逃げ道がないということ。クモの巣も恐ろしいです。誰もが一度はベタベタしたこの物体が体にくっついてしまったことがあると思います。しかしこの新しい現実では、クモの巣を見つけた時こそが生存のチャンス。普通サイズのクモでさえ木や家を覆い、川を渡って24メートルも伸びるクモの巣を作れます。そのためもしあなたの家が巨大クモの巣で覆われたとしたら、早い段階でクモに気づけるので逃げられます。人々は巨大なクモの巣の対処法を見つけるでしょう。その方法はどの種類のクモが作ったのかによります。夜活動するクモが作った巣であれば、太陽の代わりに UV ライトを使えば破壊できます。また乾燥地帯で生息しているクモが作ったクモの巣は水分が苦手。逆に湿気が多い場所からやってきたクモは乾燥が苦手です。もう一つ問題があります。ある日家に帰ってきて巨大な怪物を発見したとしましょう。それも地下室に50匹くらい。ここまで大きくなる前に気づくことができると思いますが、クモは赤ちゃんを産みません。何百もの卵を含む卵の袋を作ります。何かしらの理由でこの袋が家に侵入してしまうと大変です。数日後、卵がかえって赤ちゃんグモが出てきます。そして2週間から1年かけて赤ちゃんグモは成体の大きさに成長します。ちなみに人々はクモの巣の利用の仕方を学ぶでしょう。クモの糸はとても軽く、普通サイズのクモが地球1周分の糸を作り出しても、その重さはわずか 510g にしかなりません。もちろん何倍も大きいクモが作った場合、糸はより重く強くなります。マイナス40度の低温から221度までの高温に耐えることができます。加えて人々はクモの糸の集め方も学ぶでしょう。超強力なロープを作るとき、クモの糸が使われます。また世界中にあるほとんどの生地にはクモの巣が使われるでしょう。摩耗に強い軽量の服、シートベルト、パラシュート、ボトル、コップ、縫合用の糸、包帯、車やボートの錆びないパネル、人工靭帯や剣、これらが存在するのはすべてクモのおかげ。そして何よりも素晴らしいのは、この糸は生分解性だということ。人々がクモの糸を生産に使用し始めて以来、地球はよりエコになりました。糸に加え、人々はクモの巣を覆う糊も集めるようになるでしょう。この糊は特別な物質です。外気に触れても乾かず、虫を何匹か捕らえた後も粘着性が残ったまま。間近で見ると、この糊は紐についた小さなビーズのように見えます。巨大なクモの場合、ロープについたゴルフボール状態になるでしょう。
通常の雲よりもより粘着性のある糊を生成します。だからこそ多くの場合ハンマーや釘に使われるんです。あらゆる種類の車両や船舶はこの超強力な糊で作られるようになるでしょう。ただしそんな糊にも欠点が。集めるとき特に注意が必要なんです。一度絡まってしまうと逃げるのが大変。だからこそ人々は何人かで糊を探しに行きます。仮にクモの巣に絡まったとしても逃げるチャンスはあります。早ければの話ですが、例えばガや蝶の羽には鱗粉がついており、捕らえられたらこの鱗粉を落とします。つまり洋服を脱いで全力で走れば助かる可能性があるということ。そもそもなぜクモは自身の巣で絡まらないのでしょうか。この生き物は粘着性のある糸とない糸の両方を持っています。歩くときクモの巣の粘着性のある箇所は避けるんです。加えて彼らの足は特別な可動式の爪を持っています。動くときにこの爪は糸を掴んだり離したりします。最後にクモの足は毛で覆われているので、歩くときクモの足と接地面の間に毛が無数の接触点を作ります。巨大なクモが屋根の上でくつろいだり、高層ビルを登れるのもそれが理由です。ちなみに、この恐ろしい生き物たちは驚異的な速さで動きます。ジャイアントハウススパイダーは世界最速のクモの一種です。秒速 0.6 メートル、時速 1.6 キロメートルほどの速さで動くことができます。ジープサイズのクモたちは時速 80 キロメートルで動けるでしょう。車で逃げても追いつかれちゃいます。クモが巨大なこの世界では密度が高く厚いクモの巣があちこちにあるので、大量の人工照明を設置する必要があります。夜になると現れあちこちで巣を作るため、昼になっても外は暗いままです。木やあまり頑丈でない建物は糸の重さにやられ倒れることがよくあります。これが架空の話でよかったですね。実際のところクモが車のように大きくなることはありえません。必要以上に大きくならないようにホルモンが防いでいます。ああ、よかった。迫り来る10階建てほどの高さの水、その先端を白く泡立てながら岸へと押し寄せてきます。私たちが津波と聞いて頭で想像する姿はこのようなものではないでしょうか。でも実際の津波は本当にそんな姿をしているのでしょうか。もしそうなら命知らずなサーファーたちがこぞって乗ろうとするのでは。こんな波逃す手はありませんからね。高さが怖い？速度が怖い？それとも死ぬのが怖い？津波が岸に叩きつけられるとき、道路を水で溢れさせるとき、建物に叩きつけられるのが怖い？命知らずがそんな弱気でどうする。自分の頬に風を受けながらマンション10階にある自分の部屋にそのままダイブできたらクールじゃないですか。窓が閉まってたら大変なことになりますけどね。それにしても津波に乗るだなんて恐ろしい発想、どこからやってくるのでしょう。それは映画。災害映画に登場する津波はあの典型的な巨大波ですよね。夏の楽しげなサーファー映画から波だけ拝借してコピペしたかのような。津波のイメージはそうやって作られました。あとは暗い灰色に色調を変えてやれば、あら不思議、大人気津波映画の出来上がりというわけです。しかし津波の細かいディテールに関しては我々は映画人に負けてはいません。実際のところ津波とサーフィンの波は大きく違うものなんです。つまり映画であの摩天楼に押し寄せてくる波は津波ではないということ。ビッグウェーブでのサーフィン自体は可能ですが、波の種類はサーフィンに適していなくてはなりません。サーフィンに適した波というものは津波よりも巨大になるケースも存在します。一部のサーファーは
毎年そのような波を求めて挑戦をしていますが、そのお話はまた後半で触れることにしましょう。ではサーフィンに適した波と津波の違いとは一体何なのでしょうか。サーフィンでは波にはウォールと呼ばれるものが求められます。これはつまりサーファーが上から下へと波を乗るために必要な、いわばスイートスポットのようなもの。スノーボードで下る斜面のような役割がウォールにはあります。サーフィンとスノーボーディングを比べると、サーフィンはボードが足に固定されておらず、背後から雪崩が常に押し寄せてきているのに近いと表現することもできます。足元ではサメが泳いでいる可能性もあり、ワイプアウトの際には骨も残らず食い尽くされてしまうかもしれません。いいえ、さすがに空想が行き過ぎましたね。サーフィンは楽しいもの。ただまあ、私はビーチから眺めている方がいいかなーなんて。対して津波の波はこのようなものではありません。津波はどちらかというと大きな潮流のようなもので、それがものの数分で岸にやってきます。海面は10メートル、場合によっては20メートル上昇することがあるものの、サーフィンに不可欠なウォールが形成されません。どちらかというと荒れ狂う水の丘といったもので、岸を乗り越えて内陸に高速で流れ込む溶岩のような挙動をとります。あれ？サメの話なんかより怖くなってきましたね。ま、いっか。サーフィンに適した波は風が吹くことによって生まれます。対して津波は地震や海底火山の噴火といった珍しい自然現象によって引き起こされます。そしてこの原因が波の運動の違いを生み出します。津波には通常の波よりサイズが小さいケースもありますが、そのエネルギーは強大です。津波が沿岸部を襲う際に壊滅的な被害が起こりやすいのはこのためです。海底火山が噴火する際には信じられないほどの大きさのエネルギーが下から水を突き上げる形になります。エネルギーはどこかへ逃れなくてはなりませんから、これが津波という形になって沿岸部へ向かうことになります。今度お皿洗いをする間に楽しみたいと思った方はミニ津波を作ってみてはいかがでしょう。作り方は簡単で、手を水に沈めたらそれを上下するだけ。動かす幅はほんの少しで構いません。すると水面に波紋が生まれるはずです。海底で地震が起こると海でも同様の現象がより大きなスケールで起こります。津波は海底の運動によって時速 320km というとてつもない速度を与えられるのです。へえ、津波っていうのは空中を飛ぶ矢と同じくらいの速さで陸地に突っ込んでくるんだ。ですから先ほど頬で風を切るという表現を使ったのはそういうことなんですね。とはいえ沿岸部に到達する頃には津波は速度を落としています。沿岸部の浅い海底に到達し、海底の障害物にぶつかった津波はそこで多くのエネルギーを失います。ですから津波に乗ってマンションの10階にダイブする頃にはその時速は 50km 程度に落ち込んでいるはずです。津波は速度を落とすかもしれませんが、沿岸部に近づくにつれて大きく育ちます。巨大津波は 30m 級の波で、これに乗ればマンションの10階にダイブすることができるでしょう。しかし平均的な津波の高さはたったの3から10メートル程度。たったのですよ。普通のサーフィンの波に比べればね。サーフィンでよく出会う波は高さが2メートル程度で、その速度はだいたい時速 20km。 津波が甚大な被害を引き起こすことがよくわかる比較ですね。とはいえサーフィンの波だってじゃあ優しい波なのかというと、そういうわけではありません。この波も十分に危険。津波と同じく風に煽られた波は海底の障害物にぶつかると高くなります。それは海嶺かもしれませんし、サンゴ礁かもしれません。これらはサーファーにとっては立派な危険要素。サーファーが体勢を崩してしまうと深みに引きずり込まれてしまい、その下には鋭いサンゴ礁が広がっているという恐
恐ろしい状態に陥ります。そのような恐ろしさに加え、そもそも水面に叩きつけられる衝撃もそれなりの威力を持っています。なるほどな、じゃあ津波でサーフィンはできないのかと、ここで終わってしまったら動画の意味がありません。なんとかして津波に乗ってやる方法を理論で考えてみることにしましょう。まずそもそものお話、津波は普通の波とは違いますから、それをサーフィンスポットに変える必要があります。なんとかしてウォールさえ形成させてしまえば乗ることができるわけですからね。海底に人工物を設置し、津波の巨大なエネルギーを削ぐところから始めましょう。爽快感のある速度は失われてしまいますが、とにかく高さを確保しなくては話になりません。人工物は巨大な構造である必要がありますが、同時にワイプアウトの際にサーファーが頭を打たないよう深めに設置しておかなくてはなりません。お次はさらなる安全対策。今回の場合はサーファーの装備を充実させることにしましょう。典型的なドライスーツはネオプレン製で、この素材は柔軟性に富み、冷たい水から体を守り浮力を保ちます。そして我々は運がいい、なんと近年新開発されたドライスーツはサメの歯も通さないという優れものなんです。さながら海の防弾チョッキ。さまざまなテストを経た結果、鋭い突起物では破られることがないことが証明されており、サーファーを骨折からも守ってくれます。さすがに衝撃による打撲傷までは守ってくれないようですが、でもいいんです、我々の目的はあくまでも津波サーフィンなのですから。そしてボードそのものも大切なポイントになります。通常の波に乗るだけでもバランスを取るのが大変なわけですから、それが津波となればまあ控えめに言っても不可能でしょう。でも不可能じゃ動画が終わってしまいます。というわけで自動姿勢制御装置をサーフボードにくっつけてやるとしましょう。よし、これで準備完了だ。さあ準備ができました。ここまで来てビビってるチキンはお家に帰りやがるです。大丈夫大丈夫、今までだってやった人はいたんですから。ポルトガルのナザレではよくあることね。まあそこで行われるサーフィンは津波に乗っているわけじゃありませんけど、でもビッグウェーブに乗るプロサーファーたちはナザレのビッグウェーブに挑戦しに毎年そこを訪れているんです。でも10メートルの波なんてサーフィンの世界記録に比べたらまだまだ。世界記録となった波の高さは24メートル。これは電信柱のほぼ2倍の高さです。記録保持者はブラジル人プロサーファーロドリゴ・コシャ。2017年に打ち立てられた記録です。女性の記録は2018年マヤ・ガベイラによる20メートル。しかしナザレの波は時として30メートルにまで達すると言われており、これらの記録を破ることが期待されています。ちなみにナザレの波がそれほど大きい理由はその一帯の海底にあります。この場所はヨーロッパでも指折りの海底渓谷があり、その長さは 230km、 深さは 5km。 そこから生まれた巨大な地震エネルギーが岸に近づくにつれてビッグウェーブを生み出すのです。渓谷の存在のみによっても波の高さは3倍に上昇しますが、そこにさらに強い海流と風が加わり、サーファーの夢見るパーフェクトな環境が生まれているというわけなんです。はあ、月曜の朝、目覚ましがうるさくなり、あなたはすでにスヌーズボタンを一度か二度押したことをぼんやり思い出します。そして無理やり薄く目を開け、霞んだ視界の先の時計を見ます。5時半。5時半？あなたはベッドから飛び出し、眠気は一気に吹き飛び、仕事は9時からなので間違いなく遅刻。でも急げば昼休みには間に合うかもしれません。6人の子供たちはもちろんまだ寝ています。あなたはできる限り静かに家の中を移動し、そこらにあった適当な服を急いできます。そしてネクタイを結びながら大きく息を吸って部屋から出ます。エレベーターホールは
すでに眠そうな人々で溢れています。8機もあるのに朝のラッシュアワーには足りないんです。あなたは列の最後に並びます。2機のエレベーターが来ましたが、すでに半分いっぱいで、ホールにいた人々の4分の1ほどが乗っていきます。なんとかエレベーターに乗って42階から下に降りるまでにはさらに10分ほどかかりました。あなたは下の階に住んでいる人を気の毒に思います。もっと待たなければいけないのですから。午前6時です。マンションを出て道を急ぐ群衆に混じります。この時間帯はいつもそうですが、道はひどく渋滞しています。歩行者が多すぎてゆっくりしか歩けません。1時間ほどしてあなたは地下鉄の駅に着き、中に入る列に並びます。そしてさらに40分かかります。それでもオフィスまで歩いていくよりも早いのです。地下でも電車に乗るのを待つ必要があります。5分ごとに電車は来ますが、人が多すぎてぎゅうぎゅうに押し込んでも乗れないのです。さらに20分待ってやっと乗れた時にはジャケットの裾がドアに挟まってしまいました。あなたは人に押されながらドアに体を押し付けるように寄りかかって立っています。次の駅で他の人を降ろすため一旦電車を降りますが、また乗り込もうとすると押し出されてしまいました。ああ、ドアが閉まり、イライラしている通勤客たちから全方向から押されながらまた5分が過ぎます。地下鉄が到着するとあなたは肘で人を押しのけて乗り込みます。乗れました。これから長い電車での移動です。4駅分進む間、同じような苦労が待ち構えています。降りる駅に着いた時はもう疲れ切っています。9時20分、やっぱり遅刻ですが、まだ会社には着きません。あなたのように遅刻した人たちの群衆は都心にはさらに多いので、深呼吸して飛び込みます。人々はバラバラな方向に歩いているので、人混みをかき分けて進む上、とてもゆっくりしか進めません。こんなに人が多くなければ15分もかからないのに、こんな状態では人を押しのけながら1時間もかかります。少なくとも10時半に職場であるデモス社のエントランスに着きました。この街で一番大きなオフィスビルの一つではありますが、6機のエレベーターに乗るためにここでも列に並ばねばなりません。うんざりしてあなたは自分の仕事場の階に行くまでさらに30分待ちます。よかった、やっと乗れました。33階のボタンを押し再び待ちます。11時3分です。起きてから約6時間経っていますが、まだ職場に着いただけです。同僚たちはアリのようにフロアを動き回っています。あなたは注意深く自分のキュービクルに進んでいきます。少なくとも窓の近くで綺麗な街の景色が見えます。外には見慣れた景色が広がっています。立ち並んだ超高層ビル群、ほとんどがオフィスも入った高層マンションです。あの異変が起きてから50年になります。それがどのように始まったのか誰もはっきりとは知りませんが、四つ子や五つ子の出生率がぐんと増えたのです。そして不思議なことに、それはこの町と周りの郊外のみに起こりました。最初の10年は原因はこの町の空気や水で、それが他の場所にも移動していったと言われていました。ですがここで生まれた人はすでに影響を受けていることが分かったのです。外国へ越していった人が後になんと10人の子を同時に産んだことが報告されました。そしてここから引っ越したくない人や諸事情で引っ越せない人さえいましたから、何らかの手を打つ必要がありました。会社のミッションはこの町の新しい状況への対応、そして出生異常についての調査です。その手段は過激でしたが効果がありました。まずは不動産開発に投資しました。大家族が快適に生活するにはより大きな家が必要ですので、新しいマンションは部屋数や部屋の大きさを増やしました。古いマンションや家の所有者たちは新しい家を提示され、多くの人が喜んで売りました。でも困ったことも起こりました。すぐには引っ越したくない人々が大規模な工事現場に囲まれることになったのです。彼らもやがて騒音や埃に耐えられなくなり、
住居を売ることにしました。町全体が大きく変わり始めました。古いビルは新しい大型の高層ビルの建設のため取り壊され、道路は交通をスムーズにするため拡張され、さらに何千人もの新しい住民に仕事やサービスを提供するため新しい会社が開業しました。ですがそれでも足りません。町の開発よりも人口増加の方が早かったのです。何千人かは引っ越しましたが、何百万もの人々は残りました。出生制限の構想は市民の強烈な反対に遭い棄却されました。その結果、何百もの高層ビルが建っても町は大変な人口過密に陥っていました。異常が起きてからこの地域は大規模に開発され、人口だけでなく広さから言っても世界最大の都市となりました。労働環境も最悪になったのです。その上ひどい交通渋滞のため、在宅でできる仕事を探す人が激増しました。自分の住むビルまたは近所のマンションでの仕事を見つける人々もいました。でもそんなにうまくいかない人もいます。遅刻せずに仕事へ行くため、早朝に起きなければならないので朝4時にアラームをセットするのも珍しくありません。この時間なら比較的道が空いていますからね。ですが当然保育や家庭教師の仕事は増えました。どの家庭にも少なくとも4人の子供がいるので、猫の手も借りたいほどなのです。独身者は近所の赤ちゃんの世話をしたり家庭教師をしたりして、なかなかの金額を稼いでいます。学校は驚くほどのペースで増やされましたが、それでも全ての子供を受け入れることは到底無理です。保護者たちは小学校に子供を入れるため1年前から申し込んでいます。エンターテインメント業界も大きな打撃を受けました。たくさんの新しいレストランや映画館、テーマパークが市の内外に作られましたが、テーブルを押さえたりチケットを買ったりするのがギャンブルとなったのです。町の人口が10倍となり、週末の予定は少なくとも2週間前に決めなければならないのです。田舎の方にピクニックに行くのだって冒険です。まず町を出て、それからあなたみたいに自然を求めてきた人の群れがいない場所を見つけ、終わったら町に帰るんですからね。町を出るのに3時間、帰るのにも3時間かかりますから、みんな大抵少なくとも2日間田舎に滞在します。こういうことをぼんやり考えていて、同僚が近づいてきて肩を叩きました。あなたは微笑んで謝った彼女がフォルダーを持っているのに気づきました。あなたが見ているのに気づき、あなたの机にフォルダーを置いて開きました。中には書類が入っていましたが、何が書いてあるかわかりません。同僚はいくつかの段落を指します。3回読んでやっと理解できました。これは国中の都市それぞれからの報告書でした。よくわからない数字がたくさん載っていますが、全てのページに共通のことがあります。それぞれの都市へのデモス有限会社の支社開設の依頼で終わっているのです。報告書を数えると17セットありました。新たに17の都市がここ半世紀この町が対処しようとしてきたベビーブームに直面しているのです。地球の真ん中に巨大な熱い球が隠されていると想像してみてください。その球は溶けた金属の海に浮かんでいます。そして回転軸上を地球そのものより早く回っています。そう、これが地球の核です。この固体金属の球が内核で、厚さは 1200km あります。これはだいたいニューヨークからシカゴの距離ぐらいで、全体が厚い鉄とニッケルでできています。外核は溶けた海で、その端に到達するには地球に約 5950km のトンネルを掘る必要があります。でも行かない方がいいですよ。地球で一番暑い場所ですからね。核の温度は6万1000度あり、太陽の表面の温度より高いんです。他にも信じられないことがあります。外核の引力は地球の表面の3倍あります。ですから、もし私たちがどうにかして核の近くに住む方法を見つけたとして、石を投げたら普通と比べて3倍早く落ちることになります。重さが3倍になりますからね。
あなた自身も3倍の重さになりますよ。でもそれほど気にならないでしょう。もっともっと悪いことがそのうち起こりますからね。核の生活環境は国際宇宙ステーションでの生活と正反対で、地球の表面に住むよりもずっと難しいんですよ。手にフォークを持つのさえとても重く感じて難しくなります。昼食を食べるのが本格的なチャレンジになるんです。ペンで紙に何か書いたり、パソコンに入力するだけで汗をかくでしょう。でもこういった状況に慣れることができれば、体がとても強くなるでしょうね。人間は地球の内部から出る熱をエネルギー源として利用することを学びました。このエネルギーを水を熱して蒸気を作るのに使っている会社もあります。この蒸気は電気を生み出すタービンのために利用されます。もし核が冷えて熱が消えることがあれば、電気はとても高価になるかもしれません。人が夜ろうそくや火で辺りを照らしていた時代に戻ったかのように、とても暗い地域も出てくることでしょう。そして電気自動車は充電にお金がかかりすぎるため、使うのが不可能になるかもしれません。スマホ、パソコン、インターネットなどといったものにもお金がかかりすぎるようになるでしょう。でもこういうことは大したことではありません。聞いてください。熱い核が回転しているからこそ、地球には磁場があります。この磁場は太陽や大気圏外から地球を守るシールドのような働きをしています。このシールドがなくなると、太陽や宇宙放射が大気を通過します。そして電気供給が極度に不安定になります。電子レンジ、テレビ、電子夜間、信号、そしてパソコンなど、全てが損傷を受けるかもしれません。パソコンやスマホの画面はランダムについたり消えたりし、動画はフリーズし、充電がすぐになくなります。サテライトが機能しなくなりますので、 GPS に頼ることもできなくなります。スマホのマップを見てどこかへ行くこともできませんし、無線装置も機能しなくなりますので、電話をしたりメッセージを送ったりもできなくなります。現在でも磁場が普通にうまく機能しているときに、太陽フレアが磁気嵐を起こし、電子機器が壊れたり健康被害が出たりする可能性はあります。磁気嵐に対して敏感で、ひどい頭痛に悩まされる人もいるんです。磁場が完全になくなると、地球上のすべての人、そして多くの動物がひどい偏頭痛に苦しむことになります。磁気嵐にさらされないための特別なヘルメットの開発が急がれるでしょう。核が冷えて森で迷ったとしたら、簡単な道具があっても家に帰る道を見つけるのはとても難しくなります。核の活動によって作られる磁場がなければ、コンパスの針が東西南北を指さなくなるからです。空を飛ぶ鳥もひどく混乱します。南が存在しなくなるため、冬にどの方向へ進んでいけばいいかわからなくなるのです。というより、どの動物も移動自体することができなくなります。空を飛ぶ飛行機も位置情報を確認できるデバイスを使えなくなります。他のナビゲーションシステムを開発しない限り、空の旅はできなくなります。ですが、明るい面に目を向けましょう。このチャンネルはブライトサイドですからね。オーロラを見るのに北極へ行かなくても良くなります。どこでも見られるようになりますからね。オーロラができるのは、帯電した太陽粒子が北から南に伸びている磁力線に出会うためですから、地球の核が冷えると磁力線はなくなって、地球の至る場所の空で粒子が光るようになるのです。核が凍ると構造プレートが動かなくなります。そして世界中どこでも地震は起きなくなります。でもそれほどいいことではないんです。プレートの動きは地球の表面の断層を作ります。そのおかげで重要な鉱物を採掘できるようになります。でも動きがなくなると、燃料を生産するのがずっと難しくなるのです。ガソリンの価格が上がり、多くの人々は車を運転できなくなるかもしれません。道には自転車や馬が増えるでしょう。ラマも増えるかも。火山の噴火もなくなります。
核が冷えるとマグマも冷えますからね。大きな核火山の近くに住んでいる人は心配しなくてよくなりますね。ですが困ったことにもなります。火山には大量に役に立つ物質や鉱物があるんです。火山の周りの土壌はとても肥沃で農業に適しています。ですから人工的に製造された食べ物を食べなくてはいけない人が増えるでしょう。自然な食品の供給が難しくなりますからね。新鮮な野菜の入ったサンドイッチはお金持ちだけが食べられるご馳走になるかもしれません。ですが最も困るのは健康に重大なリスクのある長期にわたる放射線被曝です。放射線が増えると病気のリスクがずっと高まります。太陽の放射線をブロックする特別な覆いが必要となるでしょう。その技術で地球全体をブロックするのには巨額の資金が必要ですので、町ごとに覆いを作ることになるでしょう。すべての町が巨大な保護ドームに覆われている様を想像してみてください。この放射線にさらされた世界では町から町への移動は締め切った交通機関によってのみ可能となります。そして防護服を着なければいけなくなります。田舎に行くことはできなくなり、あまり予算のない村や小さな町に住んでいる人は自分を守るため地下に住まなければならないでしょう。植物や動物も大変です。ハーブ、花、木もかなりの放射線にさらされ、花を咲かせることができなくなります。家畜は草や干し草を食べられなくなり、牛乳、チーズ、ヨーグルトが極度に不足するでしょう。植物は酸素を作れなくなります。磁場は生物だけでなく大気圏も守ります。核が凍り、磁気シールドがなくなると何百年かで太陽風が大気圏を破壊します。地球の環境条件は完全に変わります。人類は人工の大気のある保護ドームの外に出る危険を犯さなくなるでしょう。ドームの中には町だけでなく木や湖、草、牧草地、花など生き残った自然の一部があるのです。ドームの外は焼けるように熱い砂漠へと姿を変えます。これが火星で起こったことだと考えられます。赤い惑星には海や湖がありません。火星が完全に乾燥しているのは磁場がなくなったからだと考える科学者もいます。保護がなくなって火星には大気圏がほぼなくなり、太陽風が表面の水を吹き飛ばしたのです。もちろんこれはたくさんある説の一つで、何十億年も前のことですので何が起こったか正確には分かりません。でも大丈夫です。地球が火星になることはしばらくはありませんよ。地球の核が冷えているスピードは非常にゆっくりで、完全に冷たくなるまでに20億年ほどかかりますからね。奇妙なのは地球の磁場は今でも不安定になり得るということです。南半球には磁場が弱い場所があります。これは南大西洋異常域と呼ばれ、帯電した太陽粒子がこの場所を流れ、周回軌道衛星が通るとき問題が起こるのです。他にも世界中でこのような場所があります。ですが幸い重大な問題にはなっていません。よかったですね。全ての生命を奪う可能性のあるものが地球に向かって飛んできています。それは重さ5グラムほどの何の変哲もない針。なぜこれが危ないのか気になりますよね。害を及ぼすのには小さすぎるんじゃない？ふむふむ、どうでしょう。もし針が光と同じ速度で動いているとしたら、地球に衝突した時何が起こるのかは分かりません。安心してください。これは仮定のお話です。あらゆる疑問が浮かびます。例えば宇宙で針はどうなるのか、本当に光と同じくらい速度を上げることができるのか。答えはノー。しかしそんな単純ではないようです。質量のあるものは宇宙で高速に達することはありえません。物体をより早く動かすためにはエネルギーが必要です。無限の量のエネルギーというのはないので、光のように加速できるものはありません。今回の仮説ではもう少し簡単に考えていきましょう。仮に針が光の速度の 99.9% で動いているとしましょう。秒速299,300キロ、あるいは時速10億8000万キロになり、この速度であれば地球から太陽まで達するのに約8分かかります。
較してみると、ロケットのファルコンヘビーは時速 39,600 キロ、そして地球最速の車は光の速度の200万倍以上遅いのです。地球に衝突した史上最大の隕石はホバ隕石です。重さはなんと60トン。約8万年前に地球に落ち、甚大なダメージを与えました。小さな針でも同様のダメージを与えることができるのでしょうか。可能性としてはあり得ます。すべてエネルギーに関係します。光の速度と同じくらいの速さで動く小さな物体は、ゆっくり動く大きな物体よりもエネルギーがあります。つまり高速移動する針は、より衝撃的に地面に衝突するということ。衝撃によりそのエネルギーが爆発する可能性があります。近くにあるものは全て破壊されるでしょう。ではこの爆発が原因で地球全体が破壊する可能性はあるのでしょうか。実際に人類が作った最大の爆発と比較してみましょう。その爆発が引き起こした瓦礫の雲は、高さ64キロもあり、160キロ離れた場所から見えました。約50メガトンの爆発力が大気中に放たれたんです。針が爆発した時に放たれるエネルギーは約43キロトンの威力になります。人間が引き起こす可能性のあるものよりも弱いですが、それでも大きなダメージをもたらします。もし何らかの物体が高速で地球に向かっているというニュースを耳にしたら、間違いなく身を守る必要があります。では人間はこのような衝突を乗り切ることができるのでしょうか。考えるだけでも恐ろしいですよね。まばゆい光の後に信じられないほど強い衝撃波が続くでしょう。半径4メートル以内にある家のガラスは全て割れます。頑丈に建てられた建物さえ崩壊するでしょう。針から来る全てのエネルギーは、衝突地点から 2.4 キロの範囲に深刻な火災を引き起こします。そしてその場所にあったものは全て蒸発します。針が海に落ちた場合、異なる状況が予測できます。隕石と同じように大きな津波を引き起こすでしょう。しかし衝撃波は大都市に大きな影響を与えることなく、誰も怪我せずに済みます。とはいえ、米国の東海岸を襲った場合、小さな針でさえニューヨークに洪水を引き起こす可能性があります。針が地球の大気に突入した場合、別のことも起こります。光の速度に近いので、針はもはや固体ではなく原子の束が並んで飛んでいるように見えます。そのため風船を突き破って進むように地球を通り抜ける可能性があります。しかもほんの一瞬で、誰も気づかず、いつものように一日過ごすでしょう。ところで皆さん、もしこの針が人間に当たったらどうなるのか気になりませんか？その可能性はとても低く、確率は160万分の1しかありません。しかし今までで少なくとも1回は似たようなことが起きました。1988年にトルコで男性2人が岩の雨を経験したそうです。それはさておき、仮に人間が衝突した時のエネルギーを全て吸収した場合、崩壊するしかありません。もちろん他にも可能性はあります。例えば、針は体の分子と原子のつながりを弱め、痛みを感じさせることなく通り抜けるかもしれません。蚊に刺されたような感覚で跡だけが残ります。それは針による綺麗な穴、重要な器官を通過しない限り特に問題はありません。こうなると周りの人に自分はどれだけラッキーなのか自慢できますね。宇宙から飛んできた針に刺さるのは、宝くじが当たるのと同じくらい難しいんです。結果、光の速さと同じ速度で飛んできた針はそれほど被害を与えません。もしかしたら大きなクレーターを残すかもしれませんが、生命を脅かすほどのものではないです。では針よりも大きな物体が飛んできたらどうなるのでしょうか。2013年に大きな隕石がロシア上空の大気圏に突入しました。幸い地上に到達する前にはほとんどが燃え尽きましたが、地上に到達した最も大きな欠片は重さが 0.5 トンほどありました。地上23キロで爆発し、7000以上の建物に軽い損害を与え、1500人が怪我をしました。しかしそれでもその速度は時速 59,500 キロ。もしこれが光と同じくらい速かったらどうなっていたのでしょうか。ここまで大きな物体が秒速約30万キロメートルで動いていたら、間違いなくエネルギーの量は膨大だったはず。この衝撃で大陸全体が一掃されていたことでしょう。爆風は地球を丸一周し、触れるもの全てを破壊するほどの威力を持つでしょう。
そして爆発が引き起こした津波のせいで我々の文明は海に流され消えるでしょう。深い地下バンカーが用意されていた場合のみ人間は生き残れます。とはいえ状況が落ち着き地上に戻れたとしても命あるものは何もないことに気づきます。まるで何百万年も前に隕石が落ち恐竜が大絶滅した時と同じような状況です。当時落ちた隕石の速度はこれほどではありませんでしたが大きさは同じくらいでした。幸い地球は回復し生命が戻りました。実際に現在太陽系では地球の半分を破壊する可能性のある天体が動き回っています。それはハレー彗星。重さは約2200億トンあるそうです。ちなみにハレー彗星は最低でも30回は地球に接近したことがあります。一番最近接近したのは1986年でまた近い将来目にすることになるでしょう。次に接近するのは2061年の7月だと言われています。もしハレー彗星のような天体が光と同じくらいの速度で地球に衝突したら地球の形は完全に変わります。爆風はユーラシア大陸と同じくらい大きいクレーターを作るでしょう。そして地球は再び今のようになることはありません。最後にもう少し現実的なお話をします。宇宙に光と同じ速度で動くことができるものはあるのでしょうか。少し奇妙ですが科学者たちはいくつかの超活動銀河は木星サイズの熱いガスの塊を吐き出すことができると発見しました。このような銀河はブレーザーと呼ばれていてこの塊を研究した時科学者たちは困惑しました。なんとこの塊の速度は光速の 99.9% だったんです。ボーリングボールほど大きいものでもその速度まで達するには地球上で作られる全てのエネルギー1週間分が必要になります。と考えると木星サイズの塊を宇宙に放つのに必要なエネルギー量は想像ができませんよね。おそらくこのような塊はブレイザーの中にある超大質量のブラックホールからエネルギーを得ています。ブラックホールは大量の粒子を吸収し同時に他の粒子を加速させ宇宙へと放ちます。マグマの海、音速を超える風、日中は超高温で雨の代わりに頭上から止めどなく降り注ぐのは岩石。この惑星では変わらぬ日々の光景です。天文学者が近年発見したスーパープラネット K2-141b、 これは200光年離れた太陽系外惑星で今現在これに異なる名前を付けることが急務となっています。太陽系外惑星とは文字通り太陽系の外に存在する惑星のこと。地球は太陽の周りを回っており自分の軌道というものを持っています。では K2 なんとかかんとかという惑星はどんな恐ろしい場所なのでしょうか。美しく小さな青い惑星地球、ここの火山が突然同時に噴火し海のすべてが溶岩で覆われたとしましょう。通常の1000倍の威力のハリケーンがそこら中で吹き荒れ続け岩石が頭上から降り続けるのです。これが頭にめり込んだらたまったもんじゃありません。この恐ろしい惑星が我々の知るところとなったのは2年前。天文学者は現在もこの惑星の研究を続けています。そこでの普段の一日はどのような光景なのでしょうか。まず呼吸は不可能。惑星上に酸素はありません。ナトリウム、一酸化ケイ素、そして二酸化ケイ素が主な成分です。そりゃあもちろん生き抜くのは大変です。これらの成分はあくまでも氷山の一角。その他にどのような物質が存在しているかはまだわかりません。それからマグマの海、惑星の表面は目の届く限り液状のマグマに覆われています。この溶岩惑星は主星に限りなく近づいた位置を公転しており、そのために惑星が火の玉となっているのです。太陽に最も近い惑星は水星、次いで金星ですが、例の惑星はさらに近い距離を公転しているのです。しかもこの惑星はその半分が永遠に昼間で、そのもう半分は永遠に夜となっています。月と同様に自転と公転が同期しており、恒星側からどれだけそれを眺めても常に同じ面しか見ることができません。
そのために昼間の側は常に灼熱のマグマの海となっており、その反対側は極寒の地となっているのです。仮にマグマで燃えなかったとしても問題は続きます。上を見てはいけませんよ。岩石が降ってきますからね。地球上であれば水は蒸発し上空に上り雲になり再び冷えて降ってくるところですが、この火の玉惑星の上では同じことが岩で起こっています。あまりの灼熱に岩が気化しているのです。それから超音速の時速 5000km で吹き荒れる風も忘れてはいけません。かぶっていた帽子は飛行機の5倍の速度です飛ばされていきます。地球上で最も強い風はオーストラリアを直撃したサイクロンオリビアの時速 400km、 そのおよそ12倍というわけですからね。日の当たる側の表面温度は2700度。地球上の記録上最も高かった気温はカリフォルニア州の60度。サハラ砂漠であれば常にこれくらいの温度になるかもしれませんが、この程度では岩を気化させることはできません。砂漠近くで育った方はそこが高温の乾燥地帯だということをご存知でしょう。では砂漠がとても冷え込む場所だということは、定義上砂漠とは雨量の少ない広範囲の地域を指しています。すなわち砂漠では温度変化を抑える働きを持つ水蒸気が少ないことになります。日中の砂漠はまるでオーブンのように熱くなりますが、日が落ちるとみるみるうちに熱が引いていき非常に寒くなります。場所によっては夜間にマイナス40度に冷え込む場所もあるようです。それほど寒いのなら雪は降るのかといえば、時折降雪がある場合もあるようです。しかし水蒸気の少ない地域なため、その降雪量はたかが知れています。ただ乾いた寒い砂の広がるサハラという姿が大抵のようです。余談ですが、サハラ砂漠は地球で最大の砂漠ではありません。最大の砂漠は南極大陸、1300万平方キロメートルの広さを持つ劣気とした砂漠です。氷と乾燥地帯が広がり、人はあまりおらずペンギンだらけ。そう、ペンギンは砂漠でも暮らしているということになるのです。さて、火の玉惑星に戻りましょう。今度は夜の側、終わらない闇と極寒に包まれたマイナス200度の大地、そこに音速の風を足した環境です。地球で最も寒い場所はマイナス90度、南極の研究施設で観測されています。ではレッドホットな太陽系外惑星と我々のご近所惑星と比べると何がわかるでしょう。まず火星とは人が生活できない点が共通しています。赤い惑星で暑いのかと思いきや大抵は寒く、零下を大きく下回ります。週末の避暑地に火星を選んだ方は傘は家に置いていって大丈夫。岩も降ってきませんし、そもそも数百万年の間雨が降っていません。少なくとも火星には昼と夜があり、地球に様々な点で似通っています。赤道は暑く、両極では寒く、ここも地球と同じ。天文学者は古い二酸化炭素の雪をそこで観測しています。惑星全体は二酸化炭素に包まれており、そこに窒素が少しだけ存在しています。天文学者によれば火星で激しい吹雪が観測されたとのこと。しかしそのほとんどは二酸化炭素からなり、地球でよく出会う吹雪とは違います。ドライアイスストームとでも呼びましょうか。演歌歌手が歌うときに舌でモクモクやるあれみたいなやつです。また珍しい気象現象が起こる場所は火星に限りません。木星も巨大な嵐をその特徴に持ちます。地球上で我々が知っているものとは違い、その長さは数世紀レベル。そもそも赤い目の大赤斑だって400年続く嵐の一つなのです。その中には地球が4つ収まると言われています。長く続く嵐ではありますが、 K2 惑星の嵐ほど激しくはありません。金星もまた激しい雨で知られる惑星です。雨は岩の雨ではなく、考えようによってはもっとひどいもの、硫酸です。肌に触れたら火傷は間違いなし。
傘は穴だらけに溶けてしまいます。金星の大気は二酸化炭素からなり、太陽からの放射熱を内側に閉じ込めるため、その気温は高くなっています。しかしマグマの海はありません。水星は太陽の最寄りの惑星で大気を持ちません。つまり嵐も雲も雨も風もない環境です。水星は地球上の砂漠に近い場所で、水も水蒸気も降雨もありません。つまり日中の気温は激しく上昇し、夜間の気温は激しく落ち込みます。太陽系外惑星 K2 は太陽系の極限環境を全て足して一つの惑星にしたようなものです。とはいえ、人類がそこへ行くことはまだまだ先のことになるでしょう。まだ火星にだって行っていないわけですからね。全ては未来の話。200光年先はかなりの長旅になることでしょうから、地球から外へ旅する最寄りの目標はとりあえず月面基地ということになるでしょう。ここならマグマの海も温速の風もありませんし、表面温度が比較的落ち着いています。とはいえ、どうやって始めればよいかという話にはなるわけですが、ドローンや遠隔操作型ロボットは進歩しており、月へ派遣して調査させる上ではかなり低コストな手段となります。人間は地球上で安全ですからね。また宇宙調査を本格的に始めるとなった場合は、それなりの宇宙基地が必要となります。そうなれば月ほど適した場所はありません。そこまで話が分かっているなら、人はどうして遠くの星を学ぼうとするのでしょうか。その目的は、惑星とは人と同じで様々な年齢や環境をその背景に持ちます。より多くの星を調べれば調べるほど、私たちを含む多くの生命が地球で生活し、そしてその他の惑星で今のところ発見されていないその理由がわかるのです。想像を超える新たな惑星を見つけるたびに、私たちは新たな発見を得ることができます。これが私たちの生活を快適にする新たな発明にもつながります。つまり宇宙へ目を向けるだけで、私たちには新たな考え方が生まれるのです。傷のつかないレンズや消火活動に使う装備、水のろ過システム、ワイヤレスヘッドセット、透明な歯の矯正器具、ソファークッションの間のゴミを吸う小型掃除機、これらすべての発明は宇宙飛行士が宇宙でより快適に活動するために開発されたものだったりします。これが私たちの日々の生活に役立っているというわけなんですね。遠くの惑星や恒星を調べるうちに、新たなエネルギー源も見つかるかもしれません。または私たちの建物をより強固に、また省エネにしてくれる素材が発見されるかもしれません。